皆さんこんにちはレック専任講師の金城と申します二次試験受験された方本当にお疲れ様でした私もすべて拝見しましたけれども非常にやはり 本試験らしいといいうかですねろいろちょっとずつ変わったところもありえーオーソドックスなところもありとまあ80分で対応するには非常にこうやはりこう手応えのある問題だったとまあ現時点の速報レベルでは感じております。でレックではですねあのまあ各 事例別に講師陣があの分析をかけまして、であのウェブで速報分析動画なんかを公表しております。ただし、あのこちらはですね、あのマイページの方に登録していただく形になりますので、レックのウェブサイトのですね、あの左側にバナーがありますので、そちら本試験特集から入っていただいて、でぜひあの動画をご覧いただきたいと思います。でもう一つ、あの忘れないうちにですね。 まあ、メモ書き程度でもいいので、再現答案を作っておいていただきたいと思います。レックでは再現答案、あの、添削サービスなどもありますので、そちらにぜひエントリーください。で、また、それ以外にもですね、あの、まあ、会場等で、お配りしたチラシにも入っておりますが、まあ、この分析のほかにも、まあ、今日以降ですね。さまざまなイベント、もぎたて分析会であったりだとか。 回答解説会などなどこの,レックのイベントを目白押しになっておりますで特にこの分析会ではですねあの刻々とやはりこう受験生の皆さんからの答案が集まってきたりとかですねそういった分析なんかも加えてどん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 進化していきますのでぜひあの参加できるところにご参加いただきまたあの全国同時中継などもありますのであの地方の方でもですね可能な限りレック各本校にエントリーいただければと思います。 まあ、ともあれは本当に一日4事例大変だったと思いますのでまずはじっくり休んでいただいてですねであの12月の口述対策に向けてやはり今のうちに。 しっかり再現当班作っておくことが重要です。プラスあのまあ、模範回答についてですね情報収集それが、えー、口述対策になりますので今後のレックの動きぜひ、えー、目を離さないようにまたあの早めにあの登録お願いしたいと思います。では、えー、まあ、解説回答で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。えー、ご視聴ありがとうございました。